ガモウのクスカモウのクスは、鹿児島県愛良市カモウ町上、久乗の,のカモウ八幡神社境内にあるクスノキの巨木である。国の特別天然記念物。高さ約30メートル、地上から1.3メートルの高さでの幹周は24.2メートルで、根回り33.5メートル、幹の中には、広さ約13平方メートルの空洞があり、樹齢は、 約1500年と推定されている現在。昭和63年に行われた環境庁による居住巨木調査において、日本最大の巨木と認定されている。ガモウのオークス、カモウのオークスという表記も見られる。ウサ八幡宮神託事件で、大隅へ入るされた、和気清丸が当地を訪れ、手にしていた杖を地に刺したものが根付いたものと伝えられ、ガモウ春清氏が、 加の八幡神社を創建した保安四年の時点で、すでに神木として祀られていた、ともされているので、当時から相当の大木であったと考えられている。栄正三年正月7日に、八幡の森で発生した火災が炎症し枝の一部を消失した。大正2年に発表された第二本道寺番付で、東の横綱とされ、同11年3月8日には、天然記念物に、 昭和27年3月29日には特別天然記念物に指定されている。昭和60年8月31日、台風13号の強風のため多くの枝葉を失ったが、町民の保護活動によって復活している。なお、同県泉市の市指定天然記念物である、出水のオークスとは、創始の中で、この領主にまつわる秘伝物語も伝えられている。 ありがとうございます。